コロナ倒産ということで、お話ししていきたいと思います。皆さんね、もうそのニュースはね、ご存知だと思うんですけども、高速の、サービスエリア、ね、上り線、北陸道のね、高速の北陸道の、上りの、小矢部川サービスエリア、多分僕も行ったことあると思う、多分サービスエリアだって結構車止まるので行ったことあると思うんですけども、そこがここを運営するその、小矢部サービスステーションっていうところが、小矢部サービスステーションっていうところが、その事業ね、やめるっていうかね、で、自己破産申請を、始めると、準備進めているっていうことが分かりましたと、いうことですね。で、ちょっと今僕が見てる、記事はですね、5月8日の、午後11時47分とかになってますけども、毎日新聞の、記事を見ながら話しているんですけども、新型コロナウイルスの影響で、倒産ってことでね、で、この、小矢部サービスステーションっていうね、この会社だと思うんですけど、ここはここがコロナ倒産っていうのは県内初なんだそうです。県内初の、富山県で、初めてのそのコロナでの倒産だそうです、で、だから要するにみんな外出自粛しとるから、いろんなとこ行って歩く人もいるけど、その一方で、外出の自粛をしている人がいるから、外出の自粛している人がいるから、やっぱりどんどん、やっぱり人が来ないよね。だからその業績が悪化するということなんですけども、その記事を読む限りではコロナ倒産って言ってますけど、これで始まったわけじゃなくて、その前からもう業績がもう悪化してて、なんか赤字決算が3期連続、なんかその記事に書いてあると、2019年の、6月の、6月期ね、6月期はその 3期連続の、の赤字決算だったそうです。要はコロナがこうね、流行る前っていうかね、だったそうです。で、今までなんとかね、頑張ってこられたけどね、サービスエリアで、運営してきたけど、でもこの新型コロナで、コロナが来て、で外出自粛ということで、緊急事態宣言出たし、で、どんどん人が来なくなったから、で、倒産っていう感じでね。だから、本当ここだけじゃなくて、なんかそういうところって結構あるんじゃない？そのコロナの前から、ちょっともう業績が、悪化して、赤字続きで大変だっていうところね、ところって、で、新型コロナこれが来たら、もうコロナ倒産になっちゃうって、ドーンってね。そういうふうにね、なるので、なってる感じだから、今回は、その、小矢部川サービスエリアの、その、小矢部サービスステーションね、ここをちょっと紹介しましたけど、これから、ちょこちょここういうの出てくるかもしれないので、っていうふうにね、これは本当、こういうのがあるってことは、経済が回っていないっていうかね、証拠でもあるので、その、富山県内でもね、
東京とかってなんとなく、ね、あの いろんな会社あるから、まあ、富山県でもいろんな会社あると思うんですけど、その数が全然違いますよね。うん、でその中でもやっぱりあのその富山県の会社でも、ね、あのこういうその企業でもあの倒産する可能性があるっていうか、まあ、実際に倒産の準備っていうか、まあ、倒産ってことでね、うん、あの自己破産の準備を進めているってことだから、うん、だからその赤字続き で新型コロナでコロッと、ね、倒産しちゃうっていうようなこういう事態になってるんですよね、うん、だからあの緊急事態宣言今なってるけど、緊急事態宣言中だけど一部緩和しないといけないっていう気持ちも分かる。それはあの要はこういうのがあるからだと思います。こういうのをなんとか救ってあげないと、本当いろんなところがどんどんね、うん、赤字のところってあの、まあ、例えば富山県内でもたくさんあると思うから、あると思うよね、うん、あの僕会社経営してるわけじゃないから、あのあ黒字も赤字もないんですけど、うん、あのそのもし会社経営されてるとかね、とかあの会社員の方とかね、あの経理の方とかなんか、まあまあ、会社関係の人、ここだけじゃないよ、うん、いろんな会社あると思うんですけど、まあ、そこで赤字だって言ってるところはちょっとあのこの新型コロナの影響で危ないよねっていうようなね、うん、で、ここの従業員も解雇されるという、まあそれはそうだと思います、うん、解雇されるということで、まあ、その方たちはね、あのこうおそらく失業保険というか雇用保険払ってると思うから、その、まあ、失業保険で受け取ってなんとかあのしのいがないとねっていう状況かな、うん、で今その求人倍率というかね、求人も減ってると思うので、うん、あのなかなか厳しい状況なんですけど、まあそのここのね、あの従業員の方、うん、従業員の方っていうのはあのおそらくその失業保険をもらえると思うので、あの1ヶ月目からね、あの最初からね、うん、自己都合だったら3ヶ月後とかになるんだけど、もらえると思うので、まあ、そこあのそれでなんとかあのとりあえずは乗り切っていただけたらなっていう感じだよね、うん、まあ、僕ここの関係者ではないので、うん、あのその関係者じゃないけど言ってるけど、うん、だからまあ解雇、要はこういうふうにしてあの失業者増えてくるってことね、うん、解雇されてでその失業者が増えてくるっていう、もう実際にここがもうそうなんで、うん、なんでまあ皆さんのその お勤め先っていうかね、はどうなんか分かんないですけど、でもこういうふうに増えてくるし、なんか工場勤務とか特に派遣の方がその失業率って上がってるのかな、うん、なんかそういうことも聞くので、うん、まあ県内でも出てきたなっていう。うん、コロナでの倒産の第1号か、まあ、そういうことだよね、うん、なので、うん、もうここまで影響が出てきてるってことだよね。やっぱり外出の自粛ってなってるからステイホームやからね、うん、することによってだよね。だけどでもこの自粛っていうのは命を守ることやからね、うん、でも会社を守るためには一部緩和してね、少しずつ緩和してあげないとっていうのも分かる。多分それは国とか県の思いっていうのはそれあると思うよ、こういうのを防ぐためにね、うん、でもなんかやっぱり、ね、ちょっと曖昧なことになってるから、やっぱりその一部緩和しても出てくる可能性は結構高いんじゃないかな。こういうとこもそうだし、あとその保証か、うん、保証も遅くなれば遅くなるほどもうこう倒れていくところってたくさん出てくるはずだから、うん、ね、例えば飲食店とかね、うん、なんか僕なんかちょっと聞いたんですけど、飲食店って僕やってないんですけど、経営してないんですけど、飲食店って飲食店ね、飲食店ってなんか月の利益って 5% しかないって言われて、あ、そうなんだって、うん、だからその
僕その飲食店とかの、その経営したことないから、素人なんだけど、その素人から見ると、1ヶ月ぐらいね、1ヶ月ぐらい休業でその店畳まなきゃいけないのとかって素人は思うわけよ。僕バカだから、バカだからそう思うんだけど、でもこう調べたっていうか、人が聞いたんだけど、利益5%しかないんだって。まあもっと少ないところもあるかもしれない。ね、なんか人件費とか、その固定費ね、その飲食店をやる、そのね、場所の家賃とかね、とか、なんだろう、ローンとかあるのかな。いや、そういうところね、そういうところとか、まあいろんな、ね、例えば宣伝広告費とかね、なんかいろいろ合わせると、最終的には5%か、それ以下か、多分。そういうふうになってくるから、だから1ヶ月店を閉めただけで、っていうかおかしいですけど、まあ飲食店からすれば大きいと思いますけども、で、その閉店に追い込まれる。まあそれが2ヶ月、3ヶ月ついたらもっとだよね。そうなんだとかと思って、結構もうギリギリの状態で飲食店ってされてるんだとかって思って、なんだろう、その内部留保っていうんですか、わかんないですけど、その企業とか会社からしたら、なんかそういうものってないんかな。まあ、ない、あるところは、なんとかやってきるよね。潰れないかもしれないけど、でも、なかなかそうはないよね、多分。だから、1ヶ月休んでたら、もう多分、もうダメっていうところって、多分、結構あると思うので、まあ、こっちも心配です。これも、コロナ倒産に入るよね。だから、実際、富山県の中でも、その会社じゃないけど、ね、今回、その会社が、その倒産ってことで、自己破産申請の準備っていうことで、コロナ倒産っていうふうな、なってますけど、飲食店とかそういうところも、例えば個人事業主とかね、だから、その個人営業とか個人事業か、それも含めたら、結構あるんじゃない？コロナ倒産っていうか、まあ、それも、その事業をやめましたっていうのは、倒産に入るっちゃ入るよね。その個人事業とかでもそうだし、飲食店でもそうだよね。それでも入れると、企業とか、こういうところは県内初なのかもしれないけど、だこれそれも心配だよね。だからね、やっぱり早くこの新型コロナはね、終わらせないといけない。来年の冬とかね、今年も冬終わりましたけど、ね、次の冬の時にまたコロナって流行るかもしれないけど、でもね、その時期までこの緊急事態宣言ってなってたら、多分もういろんなところはもう倒産だよね。だから早く収束させるためにも、でもやっぱりね、こういうところとか、こういうところとかはね、やっぱり潰れちゃうか、ね、もう潰れかかってるとか、もう潰れるっていう感じだから。こっちも潰れるとこも出てくるから、ね、閉店とこも出てくるから、やっぱり保証は早くしてあげないといけないし、なんとかやってくるぐらいの保証もしてあげないといけない。だから、単に保証してあげたからって言って、ね、こういうとこが潰れないかって言われたらそうじゃないよね。それはお店、ね、そのお店ごとにそうやね。だから、お店ごとに何十万円とか何百万円とかって多分違うと思うんですけど、保証ね。もちろん違うと思うんですけど、そのお金があっても、じゃあそれ1回だけなのとかね、2ヶ月目は、3ヶ月目はって、こんだけ続いたらね、なってくるよね。だから今もこの時点では、2ヶ月分払わんといけないんじゃないかな、その保証ね、国の保証。例えば100万円の保証だったら、もう1回とかね。だから、なんか、東京だったかな？なんか追加とか言ってるよね。要はそういうのはやらないといけない。もうこの時点で2回目やらないといけないよね。だって4月、もうね、4月にその緊急事態宣言って言って、外出自粛ってこう強く言われてるから、ね、やっぱり4月で1ヶ月目やね。で、今5月、で5月も今緊急事態宣言中だからね、外出自粛してる方多いから、ね。で、こういうお店もね、やってないよっていう方のところも結構あったりすると思うので、やっぱりそこは2ヶ月目ということで、もう1回やってあげないといけないよね、どう考えても。5月、今月で1ヶ月目じゃないよ。4月で1ヶ月目からね。だからもう2ヶ月目に入ってる。で、来月行ったら3ヶ月目やね。で、これは
これは飲食店とかこういうあの企業ね、あの企業だけに言えるんじゃなくて、あの僕たちにも言えるわけ、うん、個人ですよ、国民にも言えるわけ、うん、だから今申請ね、あの僕オンライン申請終わりましたけど、あの特別給付金、あの特別定額給付金ね、国民1人10万円のやつ、うん、国民1人10万円のやつね、うん、でこれは人に対しての保証なんだよね、うん、外出を自粛したからお家におったから収入減っとるよね、だから10万円っていう意味あると思うよね、うん、だから こっちはまた別なんだよね、これは人じゃなくてお店なんだよね、こっちは会社だよね、うん、だから人お店会社で本当、まあ、本当別だから、それぞれにこうちゃんと保証しなあげないといけないわけよ。だそれが4月でね、4月で1ヶ月目、ね、5月で2ヶ月目だからね。だから国民1人10万円も6月からもらえるところもあると思うんですけど、もうもらっている人もいるかもしれないですけど、でもそれはあくまで4月だから、ね、と僕は思ってるんですよ、うん、だから本当はもう1回で、6月も緊急事態宣言なんだったら、ね、外出の自粛するんだったら、ね、3回目までやらないといけない。6月も、緊急事態宣言解除しないんだったらね。そうでしょ、うん、4月から、言ってるよね。だからやっぱり10万円は、とりあえず、これは4月分なんだよ。6月にもらうけど4月分。っていうことだと僕は思ってるので、だこれが1回だけやったらちょっと文句あるかな、うん、皆さんも多分そう思っていらっしゃると思うんだけど、うん、だからこういう話はね、会社を経営されてない人も関係あるんだよね、これあるから、うん、だってね、ステイホーム、家にいろって言っててね、何も保証ないっていうのはちょっとないよね、それは。だから保証と外出自粛ってこういうのはセットやっていうね。だからそれはまあ外出自粛っていうのはね、これは人に対するもの、人に対するもののステイホームね。うん、で飲食店とか企業ね、うん、こういうところっていうのは休業要請、休業要請をすることによってまあ自粛ね、休業してくださいっていうことね。うん、あくまで要請だから別に。営業しててもいいけど、うん、でも協力金は受け取れないってことで、まあ協力金ってその保証ではないですけど、協力金ってものは受け取れないっていうことです、うん、まあ国民1人10万円ってこれはもうその外出自粛していない人をもらえるやつだよね、うん、まあ僕はもうもらいますよ、うん、ずっとうちにいるからね、うん、これは僕はもらう権利はあると思います。はい、まあ僕と僕の家族ね。うん、まあ、皆さんもね、特に外出自粛してるよとか、特に、通勤もせずだよ。通勤も自粛してるっていう人ね。っていうのは、やっぱり受け取る権利っていうかね、まあ、合理的な理由はあるかなと思います。給料減ってる人ね。うん、例えば、コロナ倒産による、ね、これ失業された方もね、うん、方も、まあ、受け取る、まあ、失業保険はあるんですけど、失業保険ね、うん、それはもらえると思うんですけど、まあ、プラス10万円もらってもいいのかなと思います。うん、まあ、これも何回もらえるかわからんから、うん、でもこれ1回でやったらちょっとね、文句やよ、うん。めちゃくちゃ文句あるよ、僕は。さすがに2回ぐらいやらないでしょ、この時点で、ね。この時点でもう2回ぐらいやらないとね。うん、だから申請した分の倍、ね、1人20万円をもういきなりポーンと振り込んでもいいぐらいじゃないかなって感じ、うん、みんな貯金あるわけじゃないから、そうでしょ、蓄えあるわけじゃないから、ね、ここと一緒、人だって、ね、ここと一緒でもう1ヶ月間何もしなかったらもう閉店ですよとかね。で、まあ、人だったらもう一文なしになりますよっていうこと、うん、そういう人も多分いると思うんですよね。貯金がある人もいればね、なんとか数ヶ月はやね、収入なしでもね、外出自粛して収入なしでもやっていける人もいれば、
もう毎日仕事行かないと、外出自粛なんてしてたら一文なしになってしまうっていう人って多分いると思うんですよね。だから早く出してあげないといけない、ね、でももう4月分ってね、4月にもう失業とかしたってね、仕事がない人とかだったらもうお金がない人多分いるよねっていう状況だから、まあそういう方はもう一文なしになりそうだっていう方はもう生活保護生活保護をおすすめします。おすすめしますっていうか、それこっちちゃんと申請しないと死んじゃうよってこと。うん、死んじゃう可能性あるよっていうことだから、そのコロナで死ぬんじゃなくて、もうそっちで死ぬっていうね。そういうことになってくるから、ね。でもちゃんとこういう制度あるからね。うん、日本にはちゃんとこういう制度がきちんとあるので、これもらうことは全く恥ずかしいことじゃないから、ね。もし本当一文なしだ、ね。一文なしに、もう、その4月5月まだだってね、この10万円入ってきてる人って多分結構少ないよね、うん、この富山県内でも多分ほとんど今ないんじゃない、まだ船橋村ぐらいかな、 もしかしたら分かんないよ、でもほとんどの人もらってないと思うよ、うん、だから、ね、その状態でもう一文なしになる可能性ある人って多分いると思うよ、うん、全国的に言ってもね、全国で見てもいると思うから、やっぱり、うん、これね、うん、もう最後のセーフティーネットあるからね、うん、あるから、まあこれは市役所とかに相談されたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとはね、こう例えばまあここではね、この YouTube ではその生活保護に関しては詳しくは言いませんけども、まあ調べていただくとね、いろいろ出てくると思います。はい、まずね、うん、だからまあこれはあるんだけど、うん、これはあるんだけど、まあでもこうならんためにね、ならないためにね、10万円っていうのも早く、こういう生活保護の人がね、増えないためにもね、一人10万円は早くせんならないよね。だしこの飲食店もね、うん、飲食店ね、うん、これもそうだよね、うん、これも保証早くしてあげないといけない、ね、もちろんこういうところもね、うん、だから倒産しちゃうよってことだよね。まあちょっと記事を読む限りでは、そのこの小矢部サービスステーションはね、ちょっとその保証とかあっても多分ちょっと難しかったかなっていう感じだけど、うん、だけどなんとか乗り切れるよっていうところもあるかもしれないから、ね、やっぱりそういうところは倒産させたくないよねっていうことやね、コロナでね。だっていつも税金払ってんだよ、こういう子もそうだし、皆さんも所得で払っとるよね、うん、だからそういうふうに国に納めてるからね、消費税も一緒ですよ。だからやっぱりこういう時にちゃんと金使ってよって感じだよ。だっていつも払ってんだからね。だって別に皆さんって、まあ皆さんも僕もそうですけど、所得税とか消費税って例えば国会議員のために払っとるわけじゃないでしょ。国会議員のお給料のために払っとるわけじゃないでしょ。公務員のお給料のために払ってるわけじゃないでしょ、ね、例えば道路を作ったりとか、ね、やっぱりそういうところのためにやっぱ払ってるんでしょ。やっぱり健康保険とかもそうじゃないですか、ね、やっぱそういうやっぱりね、やっぱちゃんと自分で返ってきてほしいよねって。だから今その国民に返すっていうか、国民に今使うべきなのよ。これもそうだし、ね、まあ、こういうところが倒産しないために保証をね、こういうところもね、うん、そういうふうになってくるから、ね、やっぱり保証は早くした方がいい。やっぱりそのね、うん、お金を配るというかね、うん、これも早く進んでいって、これもこういうところも全部ね、作ってあげないと大変なことになるよと。まあもう大変なことになってるじゃんって感じ、ね、うん、これもめちゃくちゃ大変なことだと思うよ。ね、うん、もうコロナの前からもうね、ちょっとまあ赤字で来てたから、ね、もうちょっと大変な状況だったけど、でもコロナでブワーンっていっちゃったって感じ。うん。だから自粛する人は自粛してたのかなっていう感じなんだよね。うん。まあ、その、小矢部のね、この小矢部川サービスエリアの話なんですけど、そこは、NEXCO 中日本は、
小矢部川サービスエリア上り、上りね、上り線のレストランや、売店は5月8日から当面の間営業を休止で、ガソリンスタンドや自動販売機、トイレは利用できるってことね。だからガソリンスタンドと自動販売機とトイレ以外ね、以外、まあ サービスエリアってレストランとかあったりするから、まあ、そういうところはあのここね、ここが、経営ってね、運営してたから、まあ、そこは、営業を休止しているということですね。ということで、今回はね、あの、小矢部川サービスエリアの小矢部サービスステーションがコロナの倒産ね、コロナの影響で、倒産したよっていうことを、お話ししました。